てもらえない、覚えることだらけの日々、不安と緊張の渦の中、一人の女性と出会った。80を超えてるとは思えない、甲高い声を響かせ、シャンプーを上手よと褒めてくれた。鏡の前で僕ら出会って、鏡の前でいつも笑って、鏡の前で僕をずっと優しく見守ってくれた。いつか自分の店を持つって約束はまだ果たせないけど、受け止める勇気がなくて、棺の中で寝ているあなたは、あの日のように綺麗だけど、僕が染めた髪がそのままで伸びて白髪になっていた。あげたかった。